中国の内陸部、四川省。その南の端に位置するのが梁山彝族自治州です。5000メートル級の山が連なるこの山岳地帯は少数民族彝族のふるさと。今も手つかずの大自然が至る所に残り、その雄大な風景が貴重な観光資源になっています。町の市場を訪ねてみました。民族衣装をまとっているのが彝族の人々。人口はおよそ770万人。文明との接触を拒み、20世紀半ばまで奴隷制度が残っていた中国で最も貧しい地域の一つです。2月、取材班はとある彝族の村を訪ねました。標高3000メートル、ちょっと走るとすぐに息が切れる山の上に300人ほどの集落がありました。農業とわずかな家畜に頼るこの村の平均年収は3万円ほど。沿岸部とは実に10倍以上の格差があります。高台にある一軒のお宅を訪ねました。家の中にいるのは牛だけ。お留守でしょうか。あ、誰か帰ってきました。この家の主、ニレムジュさんです。一家は夫妻と子供3人の5人家族。妻のレブジホさん、前の年に子宮を手術しました。かかった費用は5年分の収入にあたる15万円。貯金はすべてなくなりました。町の小学校で寮生活する長女の愛は5年生。冬休みで帰省しています。いつも外を走り回っているこの元気な少年は長男のムティ、3年生です。末っ子の赤は1年生。ちょっと恥ずかしがり屋さんです。食事の支度とは言っても、標高3000メートルの高地で採れる農作物はジャガイモとそば程度。米はできません。これはそばの実をひいて練ったそばまんじゅう。肉は貴重なだけに、よほど特別の日でないと食べられません。そんな貧しい暮らしの中でも、ニレムジュさんには固い信念がありました。学校へ行けず字も読めなかったら何もできません。子供は勉強して知識を得るべきです。今長女は町の学校へ行っています。学費を払うのが大変ですが、立派になってほしい。子供たちにいい教育を。妻の手術で貯金も底をついた今、ニレムジュさんは子供たちの学費を稼ぐため村を離れ、出稼ぎに行くことを決意しました。そして数日後、家族を残し遠く離れた湖北省の建築現場へと旅立っていきました。標高3000メートルの山の小学校。貧しさにあえぐ村で今教育熱が急速に高まっています。巨大中国の明日を担う子どもたち。貧困の村に希望の光は差すのでしょうか。13億の民を乗せた巨流中国。矛盾を抱えつつ成長を続ける世界2位の経済大国。その知られざる真実に迫ります。
険しい山が連なる梁山彝族自治州。州都はここ、人口60万人の青少です。ちょっと見てください。街で見かける看板には、漢字の上に記号のような文字が書かれています。これが彝族の言葉、彝族語。山に住むほとんどの大人は教育を受けておらず、今も中国語を話すことができません。勉強より家を手伝え、という考えが主流でした。5月、標高3000メートルの村も輝くような新緑の季節を迎えました。その村の中心に小さな小さな小学校がありました。3年生は13人。ミレムジさんの長男ムティもいます。1年生は27人。末っ子の赤の元気な姿もありました。この山の学校で学ぶのは1年生と3年生だけ。卒業すると村に残って家の仕事を手伝うか、試験を受けて別の学校に編入するしかありません。授業は中国語で行われます。学校の授業は生活に必要な中国語と算数の2科目だけ。特に国語である中国語は彼らの人生を変える大きなチャンスにもなります。なぜなら学校に行かないと中国語が話せない、中国語ができないと就職先がない、仕事がないのでお金がない、自分の子供を学校にやれない、この終わりのない貧困の連鎖を断ち切るため何より必要なのが教育なのです。この日学校では来月に迫った運動会の練習が行われていました。年に一度村を挙げての大イベント。子どもたちも競技の練習に熱が入ります。あれ、ミレムジさんじゃないですか。確か出稼ぎに行ったはずなのにどうして？何があったんでしょう。長女は町の学校で寮生活をしていますが、彼女がゴールデンウィークに帰省するとき乗っていたバスが衝突事故を起こして足を骨折したんですよ。6月になりました。ニレムジさん夫妻は連日ジャガイモ畑の手入れに追われています。この日ミレムジさんは山を下りました。骨折で療養中のアイを迎えに行くためです。彼女は病院に近い親戚の家にいました。アイがいました。ゴールデンウィークで学校の寮から帰省する途中、バスが車と衝突し、その衝撃で
右足のすねを骨折してしまったのです。でも元気そうでお父さんもほっと一息。지시하냐가아과주하고저우주고또저우주도힘지를라저도일라응아이저게돈도해事故の直後、母親のレブジホさんが付き添っていましたが、彼女は医者や看護師の言葉が分かりません。ある程度中国語が分かるニレムジュさんが出稼ぎから戻るしかなかったのです。病院にやってきました。今日はギプス交換の日です。你让你的大大什么呢？大什么？他这次可能就用不着了。十块钱，十块钱的就行了。怎么市场的资金比用得了？啊，啊，这帮人吃的是米少的，这不就够了？バスの運転手が治療費を払ったのは最初だけで、結局半分以上自腹に。すでに治療費は出稼ぎで稼いだ3万円をはるかに上回る5万円。足りない分は兄から借金しました。それだけに怪我の回復具合が気になります。你现在都五个多星期了噻，五个多星期只差两个多星期了就够了，时间就行了哈。哎，他出去拐弯可以读书呢。啊，可以上学嘞，啊，啊，谢谢医生啊。很高兴。为什么？因为早点去上学，早点学知识。我这次，不受伤的话，他可能在外地，那个找得到，因为每年回来的时候肯定找得到，一年外。叫我读到大学，报答爸爸妈妈。治療費の精算です。今年看你换药了，换药他花费了多少钱？440元かかりました。现在这里面就是440。ギプスの交換だけで以前の年収の5分の1です。愛が久しぶりに我が家に帰ってきました。この坂大丈夫かな。还是家里好吗？好，家里好，还是。那也租的挺远的。这次不红洗澡是多少？帰ると早速勉強です。中国では小学生でも学年ごとに進級試験があり、成績が悪ければ即留年。愛の学校は県で一番の進学校だけに遅れが気にかかります。什么时候考试啊？7月4日左右。你跟得上吗？差不多。这里叫什么？在睡觉了？你都是发广播什么？哥哥。嗯。我去吃吧。去。哦。你在试什么的？也是什么了，哥哥？哎哎，你快去，阿哥，你来，去看看。ニレムジさん一家、久しぶりに兄弟3人が揃いました。やっぱり嬉しそう。お母さんもやってきて5人勢ぞろいです。お父さんどうです？今のご気分は？家族の笑顔がひととき貧困の厳しい現実を忘れさせてくれます。学校に1台の車がやってきました。
小林純子さんです。毎週1回ボランティアでこの山の学校に来ています。子どもたちにも人気のお姉さん。青少の梁山民族中学にある職業訓練クラス。小林さんはこの学校の日本語教師として2007年に着任しました。普段はここで貧しい青年たちに日本語を教え、授業のない日に山の学校へボランティアで通っています。今天我们作画好吗？好。那就先给他们讲。爸爸左边，妈妈右边啦。哦，哎呀，这考考不是我自己女儿的个个。如果是我们看到他妈哟，但是小林老师看不着这个，我看不着个个。このお絵かき授業、少しでも学校が楽しくなるようにと小林さんの先輩が2002年に始めました。今日の課題は両親の絵。どれも力作ぞろいですね。あれ、教室の中を覗いている女の子がいます。あれは、そう、赤です。実は今日熱を出して学校を休んでいたのですが、みんなの楽しそうな声に我慢できなくなってやってきました。大丈夫なのかな。子どもたちが勢いよく坂を駆け上っていきます。一体何が始まるのか。あ、走ったら危ないよ。小林さんのボランティアのもう一つの目的がこれ。手を洗う習慣がない子どもたちに手洗いが病気を予防することを教えているのです。にゃ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 。さあ、早速石鹸で手洗い。さっきの水はこのためだったんですね。わあ、水が真っ黒。すごい、手は見違えるほど綺麗になりました。学习方面还是比较有进步的，因为那个接触了你们的以后呢，他们的那个成绩进步了很多。还有个卫生方面还是可以，卫生方面比起以前呢好得多。运动会の前日。この日、ニレムジュさんの弟が家にやってきました。遺族の村には昔からビモと呼ばれるシャーマンがいて、今も祭祀や病気治療の祈祷を行います。実はこのラハさん、ビモの資格を持っているのです。ニレムジュさん一家は妻の病気に娘の事故と、このところ悪いこと続き、お祓いをしてもらうことにしました。この儀式には生贄が必要で、それはビモが決めます。この日は白い鶏、体の中の悪いものを鳥に移すのです。
以后就是苏格海多格，你是苏格海多格，朋友苏格，然后你是苏格海多格，黑的苏格干嘛呢？黑的吃的烤布木日克，烤布木日的奥萨木日克，奥萨木日的波斯波女子是伊拉人，尼波女子是伊拉。为啥也可以做你人生中之无可可可可无可无可无的我自个我想无惧唔打比唔过唔什么唔啦。生贄の鶏をゆっくりと締めていきます。これは悪霊が鳥の中へ入り込む時間の余裕を与えるためなのだそうです。地滚罗波罗嘎的那个沙土那木索给土那坦杰给毛，这路几几年的拉河，这富罗波几年的拉河。是吧？他是把哥哥把牛追住，是个去吧？他是把哥哥他娘把把我们这给喊喊这掉。你们死了耶！这倒烧了，那都倒烧了，这个。祈祷が終わると、清めの酒を吹きかけて悪霊を外へ追い出します。そして最後はその鶏を焼き払います。もうあってしょうま。運動会前夜の夕飯はめったにないご馳走です。さっき締めた鶏が食卓に上ります。料理を待っている間、子どもたちは勉強です。二院春風这把解刀残出来的呢、春日朱熹射日随方四随我比老妈的时候呢他那句话阿姨奶奶奶奶奶奶的小路边每日的山路夜深深的山路前有一天长长的山路。食卓の話題はやはり運動会。我们在这国际你想想叔叔呢炸鱼的别别吃吃掉别吃过油我怕我给吃一点啊你打起妈妈的那个给吃掉妈妈那边别吃不你妈妈妈的心嘛那俺们给吃吃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 吃내모가가내더더잘맘더나나고쓰자고아빠디니가시고자식대주면오냐가사빠삼더십니다아그사빠삼더로어제지금엄마다짐들어가시니아데부벽마음고속기로드선도삼다아마딱그시누구들숨자저거저거이제내봐나샹수거자나가본디야나가본데다감추거자该不会就是做个伴儿了？做个伴嘛。何を話していても、最後はどうしても子供たちの勉強の話になってしまうニレムジュさん。しかし、それは決してお説教ではなく、父の切なる願いなのです。私が子供の頃、家にお金がなく、学校を途中で辞めました。人生で一番大事なチャンスを失いました。子供を学校に行かせるために出稼ぎに行きましたが、理想と現実は違います。やっと稼いだお金も、思いもよらない娘の事故で全部なくなってしまいました。もうどうしようもありませんよ。寝るときは3つのベッドに5人が入ります。男同士。ムティはお父さんと一緒です。甘えん坊の赤はもちろんお母さんのベッドへ。愛は疲れて先に寝たようです。明日は年に一度の運動会、晴れるといいのですが。待ちに待った運動会、
見事に晴れ渡りました。校舎の前の手作り掲示板には、子どもたちが書いた傑作が。校門前には子どもたちが勢ぞろい。来賓を歓迎します。民族衣装姿の女性、小林さんですね。実はこの文化運動会ももともと小林さんたちの先輩隊員が始めたもので、今年で5回目。親たちに学校の良さを知ってもらおうというのが目的です。子どもたちにとっても練習の成果を両親に見せる晴れ舞台。3、4、5、6、7、8、9、10、ムティ、よしよし、OK。1年生です。気をつけて。おっと危ない。今度はお父さん参加のおんぶリレー。会場にはもちろんレブジホさんも。体操、お父さんそんなに近くで見なくても。運動会もいよいよフィナーレ。この前授業で描いた両親の似顔絵を渡すんです。ムティは感謝を込めてお父さんに。赤は恥ずかしそうにお母さんへ。どの親も本当に嬉しそうです。競技も頑張ったし、歌や踊りもとても良かった。体の調子が良かったら間もなく出稼ぎに行きます。家計は大変ですけど、なんとか乗り越えますよ。加油吧。会想爸爸吗？想。会怎么样？会好想啊。全てを忘れて楽しんだ運動会、それはかけがえのない家族の時間でした。しばらくして仕事が見つかり、ニレムジュさんは
再び出稼ぎに出る決心をしました。子どもたちを抱え一人留守を守るレブジホさんにとっても試練の時です。なんとバスをヒッチハイク。え、荷物はそれだけですか？何としてでも子供たちをいい学校へ。その一心で父は旅立ちました。8月15日、この日青少の町では遺族伝統の祭典松明祭りが盛大に行われました。松明の火で田畑の害虫を追い払い一年の豊作を願うという真夏の伝統行事。松明に火がつけられると炎が激しく夜空を焦がします。祭りは日付が変わるまで続きました。そんな季節、私たちは青少郊外のある場所へと向かいました。ニレムジュさんです。鉄道基地の警備の仕事をしていました。給料はおよそ1万円と農業よりははるかに高収入です。心配なのはやはり子どもたちのこと。すでに終わった進級試験の結果が気がかりです。息子は愛と同じ学校を受けましたが多分ダメだと思います。心配していた通り私がいなくなって成績が落ちているようですから。愛は国語も算数もいい成績だったんですが足の骨折で遅れてしまいました。今年は進級できないかもしれません。来年に期待しますよ。思うようにならない厳しい現実がありました。梁山州の8月は雨季。標高3000メートルの山の村は連日雲に覆われます。8月は農作業のピーク。ジャガイモの収穫期を迎えていました。ジャガイモは村人にとって大事な収入源。村中が家族総出で収穫です。こちらはニレムジュさんの家。妻のレブジホさんがジャガイモを選別しています。夫がいない中一人で必死に掘り出した大事なジャガイモです。あんきゅどうやらムティがサボっている様子。今日は町から買い付け業者がやってくる日です。このカゴ一杯で重さはなんと65キロ。病み上がりの体にはずっしりと応えるはずです。大丈夫ですか？足元気をつけて。この男性が業者のようです。村中の人たちが次々とジャガイモを持って集まってきました。これは昔懐かしい天秤ばかり。よし、ビサシチリ。サシチリ。早速商談成立。次々と買い取られていきますが、
値段の方はどうなんでしょう。雨が強くなってきました。結局、レブジホさんのジャガイモは選びに選んだ5袋。これから値段交渉、真剣勝負です。あれ、ちっちゃい。ちっちゃいままね。でも見そう。ジェラ。근데어떻게돼보고아까안사지범이가지고네좀드셔야돼지금만났으면사비지구나사비지디하유이비사샤지몽우라아뭐刚刚不比鲁西乌了？不比十几了？不比鲁西了？阿雷，那不嘛是的，那就。啊那那。お母さんのきつい一言に業者もタジタジ。嗯，刚刚不比十几了是吗？啊。十年六百五十。嗯，刚刚六百五十。三六九呢？三六一分。ごたごたしたものの、五袋2500円で交渉成立。それにしても半年がかりで育てたジャガイモがたったの2500円とは。前はもっと高く売れましたけど、今は全然。売るのはこれで全部。ジャガイモ以外のものも食べたいので、このお金で米を買うつもりです。いつもジャガイモだけではね。ジャガイモ畑に小林さんの姿がありました。学校が夏休みのこの時期、手伝いを兼ねて家庭を訪問し、教育に関する親の意識調査などをしているんです。この若いお父さんも中国語は話せません。子どもたちは学校が楽しいと言っていますか？アイズのとどこ、中国に行くか。他看你看不起不起，那都常用的。啊，我还看见看这，你天下对那，对对去吃，他那个偷什么给我们丢什么？当然炒不出个，当然偷是死，多么死，我不，妈说我不能喝的，我操！小林さんに公認は来ません。村が本当に自立する日が近づいてきました。村の方々だったり先生方が主体となって、教育を推進していってほしいっていう思いがあったので、と先生方もそれが分かってきていると思いますので、これからは村の方々、そして先生方、そして子どもたちが主体となった活動ができると思っています。希望はあると思います。学校は新年度がスタートしました。山の村から70キロ離れた昇格圏の中心、昇格。その郊外に愛が通う民族小学校があります。全寮制で生徒数1000人、県内各地から優秀な子どもたちだけが集まります。愛がいました。足もすっかり良くなって元気そうです。寮の中を案内してくれるというので、ちょっとお邪魔します。女の子だけの共同生活なんですね。歯ブラシなんかもきれいに並んで可愛いですね。全部都是住着你啊。一个年级吗？是啊，是我们班的。几年级？六年级。愛は骨折で2ヶ月休んだにもかかわらず、見事6年生に進級していました。みんな休み時間もずっと勉強。すごい。一生懸命勉強して、将来は国家公務員になりたいです。
もしお金持ちになれたら家族と一緒に都会で暮らしたいです。ここでは生徒の人数も学習のレベルも村の小学校とは雲泥の差。やはり2ヶ月休んでいた影響も出ているようです。夏老师夸张的不一样，阿什么？这是鱼吧？它的形态像老人。夸张的呢？觉得哪句话是夸张？嗯。我们家长也认识到，现在如果没有知识、没有文化的话，就不行，以后的这个前途就没有了。所以他们现在很支持学生，哎，来学习。所以说以后的这个距离肯定会越来越短了。そして心配なのはムティ。残念ながらお姉さんと同じ学校には入学できませんでしたが、隣町にある生徒数1100人のマンモス校に合格。4年生になり親元を離れて寮生活を始めました。家族と離れ離れの生活は生まれて初めての体験。まだまだ不安でいっぱいです。他比西宁市，他比西宁市，宁市，宁市，一年就是几个钟头，非把老鼠点出来不可。好，请坐，还是比较可以的哈。好了，我们来看一下，可是。そして山の村では母と娘の二人きりの日々。仕方のないことと分かってはいても、遠い家族に思いを馳せる時間が多くなりました。この日レブジホさんは赤と一緒にまだ残っているジャガイモを掘りに出かけました。米を買うはずだったお金も結局アイとムティの生活費などに消えてしまいました。今日の夕食もジャガイモ、そのまま茹でるだけです。집에로나디딤즈스리다끝났습니다안전해저지히야라저니지히야라这毛的棉哦，有时是做的什么的，穿咱们这的的，没得。嗯，这是么个身上的？那爸爸给他们介绍的，他俺那哪当好的嘛？山の村に冬が駆け足で近づいていました。12月、5000メートル級の山々はすっかり雪化粧。山の村にも厳しい冬がやってきました。出稼ぎから帰ってきたミレムジュさん。標高3000メートルの村の気温はすでに氷点下です。辛苦辛苦。辛苦。梯子辛苦几次是吗？梯子。哎呀，辛苦。
那个雷布布洗的时候啊。洗了，怎么了？啊，你这准备的不是待ちに待った父の帰郷。最初は恥ずかしそうだった赤もその表情が次第に溶けていきます。この日はムティも帰っていました。家族の再会を照らす暖かな日、ムティは教科書を持ってきて早速勉強の自慢です。露错的少年也下来说，아까나고도좀다시오아까부터그리그문제좀좀고전에있어야죠뭐만만한데터지마다고라주는소야가시마비나비지면티빡빡빡뜨지그친구라서마가시마빠마쓰는빠마쓰마가시니주사기소마아까도좀더쉬던만만한만한하주시고가주시고가지만만라부주시고가지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 주시고가아마도매너혹시마시나지수니레무즈산가이츠니나크기비시노와와케가아리마시타지츠와마타스그니야마오오리르츠모리나노데스아이노치료비노샷킨헨사이토이에오데타2人の子供の生活費を稼ぐためには働き続けるしかありませんでした。それは妻にも大きな負担をかけることになります。뭐아주좀더지딱고기해주시던거그치마시고나과주어과주는아이들의호르자아이가샤샤라호주는데그때너사철치고사시뭐아한테사치고는사실나는년에자는자고나이가를해주던주시던거지체대신요아오주아스적근주가주하고자고문이가저주시다시기나는뭐고함가장래서서뭔가뭔가이따들고아이삼아엄마샤힘들고가주자뭔가뭔가레알레토는가즈비일후땀차래문능어심시가라는뭔가며도이어도가즈비가그빠마되고샤마아까마마이거하나군대파산하고하나지지그도누구나지니그붙이지마父の優しい言葉に思わず涙ぐんだ赤。外には冷たい雪が降ってきました。スガズグもかスガグツジュサジャサムルチョもソシャシャズンブズグジュアスダサムルチョこのカヤザザムタウニカヘマスマカチチームでか。社会上呢，要我们的合法大学们呢，说自己的是多么的，如果在啥日子假期时的，我们有的是那么远的那些，他就是就是，他一步一步不会达到我预料的效果。哇，那是我出去的了，看不见的，你妈妈她不是出去那个，不过那出去那不给的。我们呢，你不过喝，我们呢，他过的就是那个喝。응아무아도무스나신이는아무아도잘라学ぶことで明日をつかみ取ろうとする子供たち。我が子に明日を託すことで貧困の中に光を見出そうとする親たち。そこには切ないほどの絆がありました。標高3000メートル天空の村、誰もが希望を見つめていました。